どうも大之助です。今回は僕が初めて、民間の AGA 治療を行った時のお話です。というのも皆さん自分の薄毛とかの悩みってありますか？まあ、このストレス社会男性女性問わず、まあ、20代のうちから結構髪の毛の悩みが増えているっていう人たちはたくさんいらっしゃると思うんですけど、各有大之助もその悩みを持つ一人なんですよね。なんなら僕は生まれつきおでこが広くて、ちょっと薄毛を学生の頃からからかわれたりしてたんですけど、18歳ぐらいの頃からなんか AGA が始まって、まあ、生え際がどんどんベジータ型にどんどん薄くなってき始めてたんですよね。で、社会人になって、短大を卒業して20歳の時から、社会人になったんですけど、やっぱり、環境の変化というか、まあ、学生から社会人になった時のギャップだったりとか、まあ、皆さんあるあるだと思うんですけどとか、今まで一人暮らししたことなかったので、全部家事のこととか料理とか親に任せてたので、やっぱその一人暮らしが大変だなとか、食生活の乱れがあるなっていうのもあって、社会人になってからものすごい速度で僕ハゲ始めたんですよね。で、うわ、これちょっとまずいなっていうふうに思って、で、いろんな CM とかでやってるような、そのリーブ21とか、大きな大規模な育毛会社とかって無料化カウンセリングって仕事も行っているんですよね。だからとりあえず無料カウンセリングいろんなところを行って、で、まあ、ぼったくられないようにいろんな会社を複数比較してみようかなっていうふうに思って4社ぐらい行ったんですよ。で、その無料カウンセリングっていうのは大抵、いつ頃から髪の毛の悩みがありますかとか、日頃どんな食生活してますか、運動習慣ありますかとか、タバコ吸ってますかとか、結局血流が悪いとどんどんハゲになっていっちゃうからね、髪の毛に栄養が送られなくなっちゃうから、だからそういう簡単なアンケートとかして、あとはなんか顕微鏡みたいなやつで自分の頭皮の状態を見ていくんですよ。で、その自分の頭皮の状態を見て、あ、結構油が多いですね、日頃から油っこいもの食べてるんじゃないですか、毛穴が油で詰まってどんどん抜け毛が増えてっちゃうんですよみたいな話とかされるんですよね。で、業者というかその企業によってはなんか結構辛辣なことも言ってくる人たちもいて、なんか若いお姉ちゃんが監督してくれたところだと、うわ結構ひどいですねとか、そんなストレートに言うのをもうちょっとオブラートに包んでよみたいな、人たちとかも結構いるんですよね。で、これはやっぱり僕たちの不安を煽って、じゃあどうしたらいいんですか？はい。この薄毛の悩みを、克服するためには、こういう治療プランがあってですね、っていうふうに、やっぱ不安を煽って購買意欲を誘うための、戦略なんですけど、当時の僕はそんなこと知らずに、どんどん不安が募っていったんですよね。で、さらに、育毛業界の闇っていうのが、やっぱ薄毛の悩みって深刻じゃないですか。人に会うのとか、同級生とかがふさふさなのに自分だけどんどん薄毛になっていくと、やっぱ人に会うのが億劫になるじゃないですか。そういうふうに、大金を払ってでも、薄毛の悩みを治したいっていうふうに思う人たちが山ほどいるんですよね。そういう、僕たちの、足元を見て、めちゃめちゃ育毛業者って大金を、のプランしかないんですよね。マジで半年で何十万とか、1年間で何百万とか必要な育毛プランとか山ほどあるんですよ。いや、もう、そんなにっていうふうに思うかもしれませんが、だから髪の毛ある人たちっていうのは、恵まれてるんですよって話なんですよね。で、そういう、もちろん社会人になりたての僕にそんなお金がなる、あるはずなく、で、いろんなところの会社を巡っているうちに、半年で30万円ぐらいのプランとかがあったんですよね。それでも高いですよ。社会人1年目で30万なんて高いですよ。ただ、それぐらい僕のその薄毛の悩みも深刻だったんで、行ったんですよ。結局その30万円のプラン、半年やってみたんですけど、で、結論から言うと、多少生えたんですよ。多少生えたけど、コスパ悪いなと思って、30万円でこれだったら結局生える速度よりも、剥げる速度の方が早いんですよね。で、しかもこんな生活一生やってらんねえなと。半年30万で年間60万円を今後死ぬまでずっとその AGA 治療に当てることって、自分の財政状況じゃ無理だなっていうふうに判断したんですけど、どういうものをやったかっていうと、そういう、育毛の飲み薬だったりとか、塗り薬だったりとか、他にも、2週間に1回ぐらいシャンプーしに行ったりみたいな感じなんですけど、っていうようなことをして、多少生やすことはできたんですけど、その中でちょっと僕はなんか人生詰んだなみたいな、虚無感というか絶望感に襲われてたんですよね。というのも、やっぱ仕事のストレスで、僕たちハゲていくじゃないですか、大抵。もちろん老化もありますけど、大抵はそういう、仕事のストレスでハゲていくじゃないですか。で、なけなしのお金を使って、育毛治療にぶち込むじゃないですか。育毛治療に当てるじゃないですか。ただ一方で、今育毛治療である程度髪の毛を生やすことはできるけれども、それよりも仕事のストレスでどんどんはげていくスピードは早まるんですよね。で、
結局髪の毛はどんどんなくなっていく上にお金もどんどんなくなってって自分は結局髪の毛を失いつつちょっとずつ老化していって貯金がない状態の人生を繰り返すのかなっていうふうに思ったら、うわ人生積んだやんっていうふうに思ったんですよね。そういう異性にモテたいから見た目を若々しくしたい、だから、髪を生やしましょうと思ったけど金がないと、いう状態になったら結局異性を振り向かせる確率ってどんどん下がるよねという何のためにやってるんだろうみたいなジレンマに陥っちゃったんですよね。で皆さんそういう治療したことある人はそういう同じような思いしたことあるかもしれませんが、結局薄毛の悩みを持っている方って20、30代から40代とか の男性の人たちが多いから、要するに働いてて金持ってる人たちが多いんですよね。そういう人たちを、ターゲットにしているビジネスだから、結局、金を稼ぐのが目的だからしょうがないっていうのはあるんですけど、僕が言いたいのは、結論として言いたいのは、そういう治療を行って、一つ、髪の毛をちょこっと生やすことはできたけど、コスパが悪いよねということを学ぶことができたし、後々知ったことなんですけど、結局人間の、最も大きなストレスってお金に関する悩みらしいんですよね。お金に対する借金があるとか、貯金がないとか、そういうお金に関する悩みって慢性的につきまとうじゃないですか。こういう慢性的な悩みって、発生するストレスって僕たちをめちゃめちゃ老化させるんですよね。要するに、ハゲさせるということなんですよね。だから薄毛治療でお金を使い果たすと、そのお金がなくなったストレスによってまたハゲるっていう、もう マジで何のためにお金使ってんのっていうような状態に陥るんですよね。だから結論として、現代の科学だとミノキシジルっていう塗り薬だったり飲み薬だったりとか、他にもAGA の対抗薬フィナステリドとかデュダステリドっていう飲み薬があって、それらって毎月3000円とか6000円ぐらいで皮膚科とかお医者さん専門医からしか買えないんですけど、購入することができるんですよね。薬局とかに売ってるやつは、薬局とかには売ってないんですけど、ただそういう、 もう治療薬っていうのが出てて、育毛会社とかに頼らなくてもいいんですよということも覚えておいてほしいというのと、そういう AGA 治療薬ってやらなくても別に運動習慣とか睡眠習慣とか食生活を見直したらいいんじゃないのっていうふうに思うかもしれません。かつての大之助もそう思ってました。ただその生活習慣を変えることって、畑の土壌を耕して肥料を与えるようなもんなんですよね。結局種がないと育たないんですよ。で、AGA っていうのは病気で、毛の毛根の部分に毛母細胞って言って、毛の母って書いて毛母って読むんですけど、この毛母細胞をジヒドロテストステロンっていうホルモンが破壊してしまうんですよね。っていうのが AGA という病気の正体なんですけど、でこのジヒドロテストステロン の働きを阻害する、要するにジヒドロテストステロンを殺すような薬っていうのが AGA 治療薬っていうふうに言われてて、その薬を使わないと一生僕たちをハゲ続ける毛母細胞が減り続ける状態なんですよね。畑を一生懸命耕して肥料を与えたとしても、結局種がどんどん死滅してってるから生えないっていう状態になるんですよ。だから薄毛の悩みがあるなっていう人とか、将来ハゲそうだな、そういう遺伝なんだよなっていう風に思っている人たちは、毎月3000円ぐらいからそういう AGA ヘアクリニックとか調べたり、治療薬だけもらえるやつとか出てくるからね、そういうの試してみてほしいんですよ。民間の会社だったら、なんかわけのわからない血行を良くするイボイボ付きの、ヘアブラシが7000円とかで購入させられたりとかするのでね、そういう、そんなもんを購入した哀れな大之助が今皆さんの目の前にいるんですけど、そういうような、過ちを犯さないためにも、皆さんも民間の育毛会社には頼らないでということと、ちゃんと治療薬っていうのは、発明されているので、その辺を使って上手に、AGA のケアをしていったらいいんじゃないのかなということと、さらにその AGA の、薄毛の対策として、日頃から運動習慣だったり、睡眠時間を確保するだったり、食生活を改めるだったりとかをして、髪の毛を生やす土壌をどんどん加速させていくことっていうのも可能なので、自分が薄毛っていうのはすごい深刻な悩みだと思うんですけど、ちょっとずつ髪の毛が生えるっていうのは2年から7年ぐらいのサイクルかかるので、長期スパンで考えてじっくり育てていってほしいなというのが今回お話ししたかった内容でした。ということで今回は以上。